はい、皆さんこんにちは。ラブックボーカル教室のあきこです。さあ今日はですね、西野カナさんのディアブライドの続き B メロ編をお送りしていきたいと思います。まずは歌ってみましょう。 1,2,3。 真っ白に輝くドレス姿に目を合わせるのも少し照れくさいけど、今まで一緒に過ごした時の中で一番可愛いよ、綺麗だよ。はい、こんな感じになっております。まずですね、 E メロ編は、ほとんどビブラートはかかっていませんでした。A メロでも言いましたけども、ビブラートと、滑舌をポイントとして、言わせていただきましたけれども、 A メロは滑舌をかなり、よりはっきりさせているのかなという感じです。PV と、ライブバージョンのテレビでやっていたものを、YouTube で見ましたけれども、そんな感じにかなりライブバージョンの方がかなりよ、分かりやすかったですね。そんな感じでちょっとそのポイントを書きました。真っ白に輝くドレス姿に、まず頭ちょっと滑舌はちょっと違うんですけど、真っ白にの真、これは真と歯をちょっと、ひらがなの歯って書いていますけれども、歯をちょっと足したような真っ白に、真っ白っていう感じが、真っ白に強い硬い音ではなくて空気を混じった感じで真っ白にってなります。そして輝く、輝くのが、ドレス姿に、こういうところでね、この裏拍のところで輝く姿にっていうところが置くとね、やっぱり今時っぽい歌い方になるので、輝く、姿にという重めというよりは言葉を、このグルーヴ感を大切に、輝くドレス姿にタンタンタンっていうところリズムに意識してみましょう。次も、姿に目合わせるのも、目を合わせるのも、ここにうを足します。少し少し照れくさいけど、ここはですね、作業さしすせそ、かなり押しています。そうですね、ここもポイントもそうなんですけど、作業家業他業、このあたりをしっかり、言ってあげると滑舌が良くなるし、リズム感が出るっていう感じですね。目を合わせるのも少し照れくさいけど、今まで一緒に過ごした時の、過ごし過ごし過ごしですね、た時、ここの木は上に行きます。時ではなくて時の中で、でかでしっかり出します。一番可愛いひょ、はい、出ました。ここもよではなくてひょ、ひょにします。息がたくさん使われているので、よじゃなくてよ以上にさらに息が漏れてひょって感じですね。だからここで如実に分かりやすかったなっていう感じですね。かわいいひょん、ライブバージョンで聞くと特にひょってなってるんですけども、道理でこういうところがたくさんね、息が漏れて、滑舌がはっきり言えているんだなっていうところがここでよく分かったポイントですね。一番かわいいひょ、きれいだよ、きれいのきもかなり出していきます。こんな感じで2番はより、はっきりはっきり言葉を切るように切るようにエッジをつけてかけながら B メロ編は歌っていって、またサビでパーンと弾けたように歌うっていう感じです。それではじゃあ頭から、歌ってみましょう。 1,2,3。 真っ白に輝くドレス姿に目を合わせるのも少し照れくさいけど、今まで一緒に過ごした時の中で一番可愛いよ、綺麗だよ。こんな感じに、ぜひ歌ってみてください。少しねちょっと大げさに、言葉入れてみましたけれども、ぜひこんな感じで練習してみてください。ではまた次のパートでお会いしましょう。あきこでした。